そうですね、1週間経ちましたね。先週の木曜日から今の仕事始めたんですけど、まあやってみて思ったのは、まあやっぱり体力的にちょっとねブランクがあったので、結構重たい荷物持つのでちょっと大変だなっていうのはあるんですけど、まあでも1日のまあ配達件数だったりとかですね、そういった部分ではかなり少ないので、まあ前の仕事よりは気持ちは楽かもしれないですね。まあ荷物は重たいんですけども、気持ち的には楽なので、これからも続けてもありかなとは思いますね。まあちょっと そうですね、ちょっと甘く見てたというか、まあ仕事をね始めれば、まあ勝手にね体を動かすということもあるし、勝手に痩せるだろうということで、まあ運転中のね移動の時とかに結構お菓子を食べてます。なのでちょっと痩せてないですね。はい、ダイエットはしないです、できないです。そうですね、もう10年経ってしまうんですけれども、まあ、毎年ねこの3月11日の14時46分かな、この時間は毎年黙祷させてもらったし、まあ震災が起きた当初はね結構ボランティアといいますか、まあ救援物資を持って行ったりとかね、まあ、動物たちにちょっとご飯をあげたりとか、そういう活動ちょこっとだけねやってて、それからやっぱり月日が経つにつれ、そういう活動っていうものからちょっと離れていったところがあるので、今年の3月はまた福島に行こうかなと思っております。 4,5 日ぐらいですかね、4,5 日ぐらいちょっと時間を作って、また車で10年前と同じように車で一人で行こうかなと思ってますね。でまたそのね10年前に行った訪れた場所と、まあ、今回この10年でまたね同じ場所に行ってみて、どれぐらいね復興したのかとか、まあ、現地のね美味しいもの食べたりとか、まあ、現地で、たくさんねなんかお金を使えたらいいなと思いますね。はい、僕にとっては人事ではないですね、3月11日の出来事というのは完全に人生が変わった日でもありますね。まあ、僕自身は被害も何も受けてないんで、まあねあんまり、僕にとって大事とかそんなあんまり言えたもんではないです。でもまあ僕にとっては重要な出来事だったので、3月にね行けるのはすごい楽しみです。いつものやつっていう言われるとねちょっとやりにくいんですけど、やった方がいいんですね。まあ、言われなくてもやりますけど、僕がいつものっていうのはいいんですけど、なんかそちらの人にあんまりいつものお願いしますって言われるのは僕はあんまり好きじゃないです。いいんですか、僕のタイミングでやりますけど、いいですね、僕のタイミングで。はい、平山茂です。今日は2月12日のね金曜日ということで、もうお仕事もね今日で終わりと、明日はお休みという方ねいらっしゃると思います。
何？大丈夫だよだけでいいって。あ、そう。そういうこと。わかりました。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫だから。うん。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。これでいいの？